こんにちは田中雅です、えー、私ですね、えー、フリーランスで構成、えー、作家とか、えー、リサーチャーとかライターとか、えー、あと翻訳とかやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは、えー、私がいろいろ世の中のニュースであるとか私が普段生活していて思ったこととかを語っていくという趣旨でやらせていただいてるんですけれども 本日はですね、立憲民主党の代表が決まったということについてお話しさせていただきたいなと思っております。昨日ですね、立憲民主党の代表選が行われまして、野田義彦元首相が代表になったということなんですけれども、この結果に対してですね、あ先ほど、先に申し上げておきますと、私ですね、特に支持政党とかはなく、 あというのも、あまり政治が詳しくないので、まあ、その上で苦手なトピックでもこのチャンネルを扱っていきたいので、あえて中立な立場で語らせていただこうと思ってるんですけれども、であの野田義彦元首相が、え首相にえー、あの立憲民主党の代表に返り咲いたということ、返り咲いた、うん、ということで、あのまあ、個人的な感想を述べさせていただきますと、 あまり先ほど申し上げたように政治には詳しくないんですけれどもまあ結構これは立憲民主党やその党の支持者の方々にとって期待できることなんじゃないかなと私は思っているんですよ。というのもですねあのまあ民主党が旧民主党が政権取った時代2009年から2012年の終わりぐらいにかけてなんですけれどもまあ本当にいろんなことがあったなと思っていて。 あのリーマンショックが起きてその次の年にあの、まあえー、自民党から政権を引き継いだわけなんですけれどもまあそういった時代もあってかなり立憲民主あ当時の民主党にとっては運も悪い出来事がいろいろ重なったかなと思ってるんですね個人的にはあの、まあ。震災もありましたした あとあの民主党さん民主党がなぜその支持率を落としたかっていうとその震災ということとまあリーマンショックの後の不況をそもそも引き継いでしまったっていう部分とあとあれですよねまあ尖閣諸島の問題が2011年ぐらいに起きたと思うんですけれどもまあそういったいろんな災害であるどうしようもないこととかえ海外の経済の不調であるとかあとまあ えま、隣国え隣国がいきなりやってきたみたいな。そういった不運とかもいろいろ重なってしまったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もちろん、その民主党の政策自体が当時の日本に合わなかったっていうのは大前提としてあるんです。けれどもで。でまあ、その中で野田佳彦当時の首相は？まあ、あのー、まあ、今の。 ちょっと前にあの自民党で1年だけ、えー、政権を取られた、運営されたあの菅首相にちょっと似ているところがあるなと思っていて、菅首相はもともとその期間限定で受けあの首相をやられていたと思うんですけれども、まあ、あの中で、えーまあ、ちょっと乱れていた、えー、党内のことであるとか、あのー、まだ公約できて、達成できていなかった、党として達成。 したたたかっここととを、まあこのの年間の中ででで急ピッチでやられたと思うんですね、えー、携帯使用料のことであるとか、まあ、野田義彦氏ともちょっとかぶるところが僕の中では個人的にあってあのまあちょっとどうにも立ち行かなくなってきた、えー、民主党の中のごたごたであるとか、あのー、政権の運営であるとか、あのー、日本国内のいろんな事情であるとか、まあ、すごい円高になったと思うんで、まあ、その中でまあちょっと言葉を選ばず言えば言葉を選ばず言えば 敗戦処理みたいな形でやってたんじゃないかなと思うんですよ。でやっぱりその野田首相がやられていた時ってかなりそのまあ、えー、日本経済としてはそんなによくなかったと思うんですけれどもその中でも結構安定はしていた安定の芽が出てきていたところなんじゃないかなと思うんです。まあ、結果として彼の判断によってあの衆院解散が早ま,早まってしまいその結果あの 再び自民党に譲り渡すことになってしまったんですけれどもまああれままあの任期あと,のあと半年で衆,院衆議院の任期が来るっていうところでまああと半年延ばしちゃうとさらにその民主党議席を落としてたんじゃないかなっていう部分もあるんであそこでの解散というのはもう個人的にはすごくあのまあ、えー、ベーターな もちろんそのまま政権を生き続けられるのが一番良かったと思うんですけれども、まあ、それはやっぱ現実的に難しいなっていう部分があったと思うんで、まあえー、すごい、えー、決断をされたと思うんですね。なのでそのまああと、まあ、野田首相の元首相自体が結構その自民党に近い考え方をされている。えー なんでこの人が民主党にいるんだろうみたいなことをおっしゃっている方もいらっしゃって、まあそうですね、すごくえーその意味では、極端にえ保守に触れている人でもなく、極端にあのリベラルに触れている人でもなく、結構そのまあ真ん中、バランスをとっていらっしゃれる方だと思うんで、まあ 野田義彦、えー、元首相が、えー、代表になられたっていうのはその立憲民主党にとっては、えー、これからすごい追い風になると思うんですけれどもその一方で他にもっと、えー、人材がいないのかっていうところはあると思うんですよ正直あの野田総元首相自体があの私が出ていいのかどうかっていうことをおっしゃってたと思うんですねまああのーまあ、民主党 旧民主党時代から続く顔がどんどん正、えーまあえー、菅直人さんもそうですし政界、まあえー、を後にしていってるというような状況が起きてると思うんですよ。なのでそういったその今あこの人こそシンボルだっていうのが立憲民主党にはあの若手の中ですごいいないんじゃないかなっていうのが、えー、大きな問題なんじゃないかなと思うんですね。まあ、蓮舫さんも 都知事選に出られたもののあの結果に終わってしまいましたし、まあ、やっぱりそのもっと強い、えー、リーダーっていうものが、えー、立憲民主党家の若手から出てこないことには、まあえー、正直、えー、野田、えー、元首相が代表になられたのはいいものの、あのーまあ、次を託せる人っていうものが育ってこない限りは、まあ、引き続きちょっと。 まあ立憲民主党がえ今後え与党に返り咲いいくっていうのはえちょっと難しいところもあると思うし返り咲いたとしてもまあ果たして長持ちするのかっていう部分はあるんでそうですねもっと若いえーリーダーにえー私は育ってほしいなというところがえ期待しているところでありますこれはあの自民党にも言えることなんですけどまあ自民党からはやっぱりもうどん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  人材が輩出されているっていいるるっうう部分はあると思うんでただやっぱりその対抗馬としてのえ立憲民主党であるとかまあ他の維新とかでもそうなんですけれどもまあ強い野党っていうものの復活っていうものを目指してほしいしまあまあいつでも与党になれるっていうようなそういうえ気概というかねそういう、え。ー 力っていうのをどんどんつけていってほしいなっていうのが私の、えー、願っているところでありますその方が多分日本にとってもいいしあのー、まあな一つの党がずっとずっと与党を取ってくいく与党として政権運営していくってやっぱり絶対腐敗がえまあい以前も説明したと思うんですけれども腐敗的なものが絶対生まれてくるし、あのー、利権とかも生まれてくると思うんでまあそういったものの抑制するもの抑制する意味でもまあ、えー、与野党の 力が拮抗するような形の日本政治になってほしいなと思っているので、今後の立憲民主党の躍進に期待しております。ご覧いただいてありがとうございました。この動画が良いと思った方は、高評価、並びにチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。